皆さん、こんにちは。西安防災部です。いつもご視聴いただきありがとうございます。みんな大好き三峡ダム。このチャンネルでは中国三峡ダムの最新情報と気になるニュースを詳しく解説しています。短い動画ではありますが、お付き合いのほどよろしくお願いします。7月23日、地上波では全く伝えられない三峡ダムの現況です。長江水利委員会によると、今朝6時の時点でダムの水位は161メートル40、おとといと比べると60センチほどの上げ、ここ数日で急激に下げた水位ですが、再び上昇に転じました。ダムの貯水側から見ると水位はこの辺りではないかと思われます。昨日の午後3時の時点、上流の寸丹観測所の流入量は毎秒3万500立方メートルで、三峡ダムの流入量は毎秒3万3500立方メートルでした。差分は毎秒3000立方メートル。2日前と比べ、上流の寸丹観測所はマイナスの8000ほど、三峡ダムは8500減ったことになります。データを見る限り、一連の増水のピークは過ぎた模様です。一方、今朝6時の放流量は毎秒3万4500立方メートル。100% のフル発電状況で、32基すべての発電用タービンが稼働しているのではないかと思われます。2日前と比べるとマイナスの6000ですから、さらに絞ったようです。中国の湖南省水門局発表の三峡ダムに関する情報を確認します。黒で示す放流量は今月14日から毎秒4万立方メートルを超える量を流してきましたが、徐々に下げており4万の大台を割りました。緑のラインの流入量はピークを超えてだいぶ減ってきており、放流量と流入量の差が均衡。水位は若干上昇トレンド。梅雨前線が北に上がったこともあり、長江流域での雨は落ち着いたようです。西安チャンネル。前回の動画では三峡ダム周辺の衛星画像をご紹介しましたが、今回は上流の大都市重慶の様子を確認したいと思います。こちらは今年の5月の様子で、センチネルの衛星画像になります。いつもご視聴いただいている方ならご存知の通り、6月あたりまでは水不足でひいひい言っていました。こちらが長江の本流で、支流の下流江との合流地点の様子です。丸印のところに中州が現れており、草が生えている状態、いかに川の水位が下がっているかがわかります。そしてこちらが7月21日の衛星写真。いずれの川とも泥で濁った水の色となり、先ほどの中州はほとんどが沈んでしまっています。三峡ダムへの流入量が多いのは上流の重慶で、相変わらず水の量が多いためです。ですから三峡ダムではしばらく放流量を高い水準で流さないといけないことになりそうです。次にダムの下流について見てみます。最近の Google マップには洪水が発生している場所にマークが出るようになっており、こちらは三峡ダムのある湖北省の様子。広範囲にわたり洪水マークが出ていることがわかります。まずダムの直下の町魏肇市です。ほとんど雨らしい雨が降ったわけでもないのに洪水マークが出ており、その理由はあのダムから終日ドバドバ放流しているため、その影響がもろに出ています。冒頭お伝えした通り、まだ高い水準での放流であるため復旧工事どころではないでしょう。さらに下って岳陽市、ここは先日湖の堤防が決壊したところですが、昨日の時点でもまだ警戒水位を超えた観測地点があるようです。そして武漢市でもマークが出ています。長江の支流にあたる漢江という大きな川がこのように流れており、最上流の炭鉱港ダムでは先日大雨となり、半端ない流入量となっていた場所です。その下流は今ご覧の通りの状況。時間をかけて武漢まで流れ込んできて、すでに長江側も増水していますから、水かさは増えているのでしょう。このようにダムよりも下流側ではほとんど今雨が降っていないにもかかわらず、厳しい状況が続いています。後で触れますが、ここに台風3号が来たらどうなるでしょうか。泣き面に蜂となるかどうか気になるところです。さて、おそらく皆さんが気になっているのは台風の動きではないでしょうか。
現在、台風4号が中国沿岸部の海南島近くに、そしてフィリピンの東には台風3号が発生しています。台風4号の方はおそらく勢力が弱くなるようですが、3号の方は内陸部深くまで進む予報が出ています。25日あたりに上陸、27日には熱帯低気圧に変わるものと、あちらの気象当局は予想しているようです。去年の台風5号は、上陸してから勢力が衰えて熱帯低気圧になったものの、ゾンビ状態で北上し、北京を通過、黒竜江省まで駆け抜けました。北京の紫禁城が600年ぶりに水に浸かったというニュースを覚えておられる方もいらっしゃるでしょう。台風3号の進路はまだどうなるかわかりませんが、いずれにしても今のところ洪水の発生している長江流域のどこかに来ることは間違いなさそうです。ウィンディで12時間の実績を見てみます。こちらは昨日の夜9時までの様子。ご覧の通り、長江流域ではほとんど雲らしい雲が見られず、晴れているようです。気温もかなり上がっているようで、洪水の後の高温となると、いろいろ大変そうです。台風4号が海南島あたりに来ており、こちらはすぐに勢力は衰えそうです。次に、今後の予想を見てみましょう。ダム周辺とその上流での雨雲はあまり見られない一方で、最上流では雨になるところが多そうです。今日の三峡ダムの天気は、最高気温が39度、最低気温が26度で、晴れの予報。かなり気温が高くなっているようです。南の海上には20日に発生した台風3号が北上してくる様子が見られます。まだ進路の精度はありませんが、前回よりも大陸に向かう予想となっています。ただでさえ増水している長江下流は影響を受ける可能性があり、注目していきたいと思います。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。中国、スイス時計の本土輸出が2割減、消費低迷で NNA が伝えています。記事によると、スイス時計協会が発表した時計輸出統計によると、2024年上半期の中国本土向け輸出額は前年同期比 21.6% 減の10億9140万スイスフラン、約1930億円だったそうです。1月から3月の 22.7% 減に続き、大幅なマイナスとなりました。22年上半期比でも 1.7% 減少で、中国本土の消費低迷が一因。スイス時計は贅沢品需要の目安の一つとされます。以上、中国スイス時計の本土輸出が2割減、消費低迷でについてお伝えしました。西安チャンネルです。今のニュースについて少しだけ。スイスの時計というと高級腕時計が有名で、金持ち基準の一つになるかと。中国の景気低迷が回復どころか、悪化の一途をたどる中、富裕層にもじわりじわりと不況の風が吹いてきたようで、スイスの時計が売れなくなっているとのことです。しかも2割減ですから、かなりの落ち込みよう。庶民はすでに苦しい生活を強いられる中、ペイさんからは希望の持てる具体策は出てこず、これから長い間、経済が衰退していくのでしょう。日本の気象状況について確認します。今朝6時までのレーダーの実績。目立った雨雲は見られず、晴れているところが多いのではないでしょうか。沖縄の南には台風3号の外側の雲がちらりと見えています。ニュースを見ていると、最高気温は全国的に平年より高く、35度以上の猛暑日のところもあるようです。そろそろオリンピックが始まりますね。中国では急激な経済発展に伴い、電力不足が大きな課題となっていました。そこで出てきた政策が、内陸で作った電気を沿岸部まで送るという、西電闘争です。三峡ダムで発電した電気は、1600キロほど離れた、上海市やその周辺の省に送られています。このダムには70万キロワットのタービンが32基、管理用として5万キロワットのタービンが2基設置されており、合計で2250万キロワット。日本で、一番出力の大きい水力発電所は、福島県にある奥只見発電所で56万キロワットですから、三峡ダムは半端ない出力であるということがわかります。ただし、設計容量がでかいからといって、実際に稼働するかどうかは別の話です。三峡ダムのまとめ動画をアップしています。たまに話題になるけど、三峡ダムって何？一体何が危険なの？など、初見の方にもわかりやすい内容となっています。概要欄にリンクを載せていますので、ぜひ一度ご覧ください。
先ほどあちらの国ではスイスの時計が売れなくなっているというニュースがありました。個人的な話になりますが、腕時計をしなくなってからもう数十年になります。今ではスマホが普及しているので全く必要性を感じなくなりました。おしゃれには全く興味のないチャンネル運営者なので、ファッションとしての時計にも興味なし。スマホにはある程度お金をかけますが、アップルウォッチはただのおもちゃにしか映りません。皆さん、最近腕時計をしましたか？ここまでご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったと思われましたら、グッドボタンを。ああも一つやなと思われましたら、バッドボタンをお願いします。YouTube の仕組み的に、グッドでもバッドでもアクションがあるのが良しとされるようです。お手数ではありますが、どちらでも結構ですので、一手間いただけると幸いです。引き続き、最新情報をお伝えしていきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。